アルハバン、はい、ということで、今回は111年目スーパースターディビジョン10をねやっていきたいと思います。はい、それでは、協会 MR、 これはですね、この動画説明欄もしくはチャンネルの概要欄の方にアソシエーション ID を貼り付けてあるんで、そちらをチェックしてください。スケジュール確認は6週目第7節、ユベントスプラマベラ、まあこれがね5週目、カップ戦の、初戦で対戦したんですけど、その時ね 1-0 で唯一、まあ今シーズン負けたチームになるんで、まあとはいえ、まあまだちょっと始まったばかりで、まあ大体半分ぐらいは終えたんですけどね、まあちょっとこのチームには勝たないといけないなと、思います。まあここでしっかりカップ戦のね、やり返しをできたらなと思います。それではやっていきましょう。あ、そうだ、ゴールアシストランキング見てなかったですね。はい、ゴールアシストランキングはですね、まあサパタ、ロナウド、レバンドフスキがともに3点入れて、まあ今2位ということなんですけど、アシストランキングも、2アシストのサパタ、ロナウドっていう感じですね。まあラキティッチとピャニッチ、ここを抜けないと、まあなかなかゴールランキング、得点王、そしてアシストランキング、アシスト王っていったところはちょっと厳しいところになってくるのかなと思います。まあ結構ねこの相手も強いんですけど、まあなんとかねこう、まあ 1-0 だったんで、なんとか対策を練ればね、まあ引き分けに持っていけるんじゃないかなっていうふうには思ってますよね。あ、まあだからどういう試合運びをするのかっていうのがやっぱり結構重要になってくるとは思うんですけどね。レザーパーコースから入れて、いやー問題ですよね、やっぱりそこが。今回はリャイチを、やばい、モチベーションめっちゃないじゃん。いやーメッシも95になったな、メッシ、ロナウド。ロングフリーキックはなんか、こんな感じか。マックスがロングフリーキックいいね。めちゃくちゃいい。はい。じゃあ、対戦相手をね見ていきたいと思います。まあやっぱりなんといってもこのケイン、アスパス、ポグバ、ウィリアン、この3選手だよね。まあでも勝てることを祈ってやっていきますかね。次こそは勝つ。まあね、前回の試合からまあさほど時間は経ってないんで、まあ成長した、ブレイクギャラクシーとして成長して
挑めるかっていうと、まあちょっとさほど変わりはないんですけどね、ちょっと、まあ戦術次第でなんとか持っていけるのかなと思います。ちょっともう攻めまくろうかなと思います。攻めまくっちゃおうかな。うん、こんな感じで攻めまくっちゃおうかなと思います。そうすればなんとか持っていけそうなんですね。よし。KK 来た、レバンドフスキ、 OK、 これはまあラッキーボールでしたね。たまたまちょっとレバンドフスキにボールが渡ってきて、今シーズンはね、なんか実力というよりはどちらかというとなんか運よくなんか勝ててるって感じだね。なんとかなんか運が良くて、そのままゴールにつながってるみたいな。まあそこできっちりね、そのチャンスをつかみ取るっていうのも非常にまあ大事なことではあるんですけど、まあなんかそのね、たまたまというかそういう運によって勝つことがなんか多いような気がするな。まあその運を作り出すのも実力かもしれないですね、どちらかというと。そういう戦術を組んだからこそその運が生まれたっていうことも考えられるんで、そう考えるとまあ必然的なのかもしれないですね。さあ来た、いやーそこから来た、ペドリですよ、ペドリ、いやーうまい、ペドリダブルタッチがすごいね。さあ来た、レバンドフスキ、オーケー、これはもう確実にね、もう前回のまあなんでしょう、前回のもうやり返しですね、本当にカップ戦の無念を晴らすといった意味でレバンドフスキ覚醒しております。ちょっとオフサイドっぽかったんで、オフサイドじゃないんだね、結構オフサイドっぽかったけどな。いやー見事ポストに跳ね返って、はい、いやー素晴らしいね。あ、レバンドですよ、レバンド、レバンドフスキです。でもこれさ、読み方としてはレワンド、レワンドウスキになるんだよね、レワンドウスキ。ポーランドではレワンドウスキって呼ばれてるかもしれない。レワンドウスキ、レワンドウスキ、レワンド。日本ではレバンドフスキけど、まあ国によってはレワンドウスキとかいう言い方もある。 OK、 来た、エンヒキ、えー、引き、いやースピードに乗っていってほしかったな今の。 OK 取った、よっしゃ、まあいい位置で取れてるっていうのもある。あー円引き、もったいないな、いやーやばい、やばいぞ、クリアマックス、うわたわない、いやークリア、クリア、クリア、 OK、 ナイスキープアップ、逆サイドへ振って、OK、ナイスボール、素晴らしい。さあ、このギュンドアン、おお、そっち行くか、回した方がいいな。いやー、逆サイド危ない、うわー、ウィリアンがいる、OK、ジェメルソン、ナイス。クリアしなくていいんだけどな。OK、来た。チャンス。レバンドフスキ。OK、いいぞ。キャーキャー。OK、ラッキーボール。あー、惜しい。OK、ラッキーボール。来た、ラッキーボール。レバンドフスキ。レバンドフスキ。トーク。惜しすぎるね。今のは惜しいですね。いや。やばいよ。OK、ナイス。ナイスブロッキングですね。これは、
あとまあこれ前半 2-0 でね抑えれたら結構まあいいよね。やばい。オッケー。まあ前半 2-0 で抑えれたっていうのはまあ非常に大きなポイントになりますね。まああとはまあこっからどうやって点差を広げていくかとかいうのもちょっと考えていかないといけないんですけど、ちょっとね戦術をショートパスとかに切り替えてもいいのかなと。おおマックス。でもまあこのまま行くっていう方法も、おお内防来た、ダイレクト、まさかのダイレクト、逆サイドチェンジのボールをダイレクトでクロスに、すごいな技術が。さいやぴゃえーリャイチ何それ、ひどいな。なんといってもブレギャラのもう中核でもあるリャイチがああいうプレーをされるとなちょっと困るね。 OK ナイスか、いや取れないか、マジか。うわーいいねキャッチングが素晴らしい。さあここからねちょっとメンバーを変えていきたいと思いますけど、まあメンバーはねどうしようかなーっていう感じですよね。メンバーはだってまあリャイチと、うん、腕ゴールですね。でまあロナウドも入れていくんですけど、ロナウド、そしてパケタもね入れていこうかなと思います。まあザパコスタ入れたいんですけど、ちょっとザパコスタは入れたいっていうか、まあ入れ替えたいザパコスタをね。いやーちょっと縁引きが調子悪いね。まあこっからどう結びつけていくか、また逆サイドでもいい。OK。いやー、縁引きが反応が悪いな。ちょっとショートパスに切り替えるか。いや、中央にしよう。いやー、やばい。アスパス、またあの悲劇を。うわー、アスパスが。アスパスなんだよな、ちょっと。この顔イラッとするよな。いやーマジか、アスパスにやられるか、前回やられたやつにまたやられると。いやーそうはなってはならない。よし、つないでつないで、そうそうだ。はい。来たよ、レバンドフスキ。うお。レバンドフスキ。惜しかったね。ロベルト・レバンドフスキ。いや、クリアだよ。OK。ス。いやー、ギュンド。オッケー、ロナウド。オッケー、ナイボー、マックス。レバンドフスキ。ドーケー、来た、レバンドフスキ、伸びるね。いやー、ハットトリック。今シーズン初だね、ハットトリックは。てか、久々じゃない?このハットトリックっていうのは。いやー久々だね、1年越しぐらいじゃない。まあそれはちょっと思ったかもしれないですけど、まあそのぐらいねちょっと期間空いてる。今まで本当にみんなが綺麗になんかこう点を取ってた感じだから、一人の人がねハットトリックをするなんてことはなかなかなかったんですけど、
ちょっと久々のなんかハットトリックな気がしますね。まあ2点まではあったんですけどね、1人2点まで入れるっていうのは。ハットトリックは、いやーこのチームに失点はちょっと、次戦う時はちょっと失点はしないで、失点なしでいきたいな。ケイヨギュンドー、きた。いやー OK OK、 まあでもまあいい方でしょう。これでね、まあカズタというのもレバンドフスキ 8.5、 素晴らしい成績です。はい、ハイライトね。まあやっぱり、シュート本数的にもやっぱり数少ない感じですね。一応このハイライトでも4本、まあそのうちね、まあ何本かは相手チームのやつなんで、やっぱりシュート本数が本当劇的に、まあチャンスをねそれだけ作り出せてないっていうのもまあ問題ではあるんですけどね。まあその少ないチャンスの中でまあこうやってね点を決めれてるっていったところでは、まあ一ついいところなんですけど、もう少しねチャンスっていうのを生み出せたらなと思います。やっぱりそうなるにはやっぱりチームの総合力だったり個々のね、総合値を上げていくとか、まあいい選手をね獲得していくっていったところはやっぱり変わりはないのかなといったところで、まああとは戦術的な面でだとか、あとはフォーメーション的な面で、対処しなければならないところっていったところはまだね課題が、山積みとしてあるので、まあそこをうまく、いやこれまさか競り勝てるとは思わなかったね。絶対4番に防がれたと思ったら、4番が誰だこれ分かんないけど、まあこの4番に絶対クリアされたなって思ったんだけど、なんかうまいことレバンドフスキが合わせられましたね。まあこれはラッキーでした。まあラッキーが積み重なってる。うわー、ロナウド94、マジか。94はきついね。まあ2位との直接対決だったんで、まあここでね大きく離せたっていうのは非常に大きな分かれ目だったのかなと思います。はい、まあゴールアシストランキング、ゴールランキングでまあ一つね抜けれたといったところでいいのかなと思いますが、はい、ということで、次回はですね、7週目の第8節、やっていきたいと思います。まあこのチームはね特にそんな強い感じではないんですけど、第9節の西暦199バツ年っていうチームがね、まあ、3位なんで、まあ、このチームはあるんですけど、まあ、まずはねこのビニビディビッチ、これとやっていきたいと思いますので、次回の動画楽しみにしておいてください。それではバイチャー。